どもー影山です。今日はですね、えー、一人を味方につけるということですね、えー、についてお話したいと思います。あのなんかねいろんなことでその基本になるのが一人をこう大切にするというか一人を こう味方につける、えー、大切にする一、えー、人をこうにファンになってもらうとかねそういういろんなことがその一人っていうのがまず基本になってくるんかなという風に思いますだから、えー、まあ、僕お店をやってるんでお店で言うとその一人のお客さんがこうリピートしてくれることがすごく大きいんですねで。えー 1>, 1週間に1回来ていただけるお客さんもおられますし1月に1回来ていただけるお客さんもおられます3週間に1回来ていただけるお客さんもおられます半年に1回来ていただけるお客さんもおられますだからその1人がその1人1人がですね結局うちの店を選んでくれるとそれが大きいこ大きいそのことになるんですよねだからこう人生雪だるまとかいろいろ言う言葉もありますけどもその1つ1人の えー、お客さんの売り上げは1なんですけどもその1人のお客さんをこう大切にすることが結局その、えー、雪だるま式になっていくというかですねそういうことですね。こう どどんどん大きななものにこうなっていくとでその一人一人をこう一つ一つしっかりとこう大切にするっていうことですねそれがこう大切やったりとかで、えー、生活の中でもですねその一人を大切にする例えばその奥さんがおられる方は奥さんをこう大切にすることによって奥さんが味方のだから奥さんがいてもですねその味方じゃない状態の関係の方もおられるじゃないですか。そうじゃなくても 完全ににここううう味方になってもらとということですね、えー、そういうことをしていくことが大事だからあのーまあ、うちやったら親両親なんかは完全に僕の味方になってくれてるまあだから、えー、2人がこう味方になってくれててですねほんで、えー、結局僕と両親とっていうことの動きがあるんでですね結局3人4脚でやらしてもらってますけどもその。 その力は3人分の力ではなくてもっともっとこう大きい力にこうなっているなというふうに感じます。でそれもこう一人一人をこう大切にするっていうことがですねその相手を思うというかそういうことがこうやっぱり伝わるんやと思うんですね。で伝わっていくことによってそしたら、えー、僕のためにこうやってくれてる特に親なんかはね、えー、無条件にね、えー、子供のことをこう 大切に思ってくれてる存在だと思うんで、それに対してはやっぱりこうこちらもね、えー、しっかりと会社のあかんこともそうですし、えー、そこをしっかりとこう丁寧にこう大切にするということをすると、よりまたこう力になってくれる状態になるというところです。そのだから一人をこう大切にする、まあ、例えば友達とかね、えー、僕は今の今の僕の状態で言うと。 友達というのはちょっといないかなという,う感じですよね。そのでそこにまあ寂しさとかそういうのはもう全くないんですけども、うん友達一人作るそれを大切にするっていうことはすごく大事やと思うんですけども、今の僕はその友達という感覚はないですよね。その大切にしたいその人間というのは何人もいますよ。 その身内じゃなくてですね、えー、身内じゃない関係ですが、えー、大切にしたいいと思っている人人間は何人かいますその人にはちゃんとこう、えー、恩返しっていう気持ちもありますしその大切にしていきたいなとその関係その人間関係は大切にしていきたいなという人は何人かいるんですねでそれはその友達というなんか感覚ではないんですよね。 うん、なんかそういういい感覚ではないかなかと、えー、その言葉に別にこだわる必要はないんかもしれないんですけどもなんか友達ってなんかこうすごく都合のいいような言葉にも感じるんですよね都合のいいような言葉に感じるんでですねそういう感情を、えー、持たないでただ単純に僕が協力したいとかその何かこう役にその人の役に立ってた 立立ちちたいといいとととうう、えー、気持ちに立ってこう接するということでするこでねそ。友達やからなんやかんやっていうことではないですよねずっとそのいろんなこう人間関係の中で、ね、大切にしたいと思ってるんで大切にするとそれは友達やから大切にするということではなくて僕は大切にしたいと思ってるから大切にするとあとは目の前の人をこう大切にするその人のためにこう だから僕の場合やと仕事でお客さんがこう来ていただくとそのお客さんのためにこうそういうことをしていくことがしていくとですね何かこう一人、えー、味方になってくれる人が一人一人とこう増えていくようなその。 感覚というかねそのものすごいありがたい。んで、えー、味方になっていただいたら僕ももちろんその味方になっていくということですよね。味方になっていくっていうかその、えー、しっかりとその目の前僕と関係しているということはそれだけその人らはこう大切にしたいし守,守りたいとも思いますしそのしっかりと、あのー、どういうんですかねその僕と関わりを持つことによって。 そのプラスにねこう働くようにはこうなってもらいたいと思うんでですね、えー、そのために僕の持ってるものっていうのは全てこうお渡しする形かなというふうに考えます。で今のところその従業員っていうのは僕いないんですけどももし従業員がも従業員を持つことになったらですね、えー、しっかりとその僕の、えー、力というかね、えー、もの 力というか持ってるものっていうのはしっかりと伝えていってですねその人がこういずれこう独立するんであればですねその独立してちゃんと飯が食える状態の作り方をちゃんとこうお伝えしたいなというふうには考えています。でそのためにももでですすねね僕自身がう、ね、うちょっとこう いろいろこう,うまくこう成功させるじゃないですけども、えー、やっていく必要があるから結果を出すということですね結果を出す必要があるかなということを思いますその結果を出す手前というかですねその えー、もう結果が出てもうかしくまあちょっとずつ出てきてはいるんですけども、えー、もうちょっとこうしっかりとした結果が出ていけばいいかなというふうに思ってますんで、えー、それをするためにいろいろやってるところでもうちょっとね僕の中でこう試行錯誤をもっとしないといけないでそれでもうちょっとエネルギーも高めてもっとどんどんいろんなこといろんなこと,というかね、えー、まあ一人でできることっていうのはまあ たかしれてるかもしれないんですけど、それでもね、えー、最大限の力を発揮できるようにこうしていくいかないとなというふうに思ってます。うん。だからちょっとまだまだ、えー、僕のやってることが弱いかなというふうに感じてますんで、もうちょっとこう高めていかなかなというふうには思ってます。 でやっぱりその今日のテーマですけども一人をを味方にににすするるるととというここが、えー、僕に力を与えてくれることになるんですよねでその与えてもらった力をこう最大限に発揮してまたその人にも返していくしいろんな人にこう返していくとこれが回り回ってだからその最初がこう一人を味方につけるっていうことがすごくこう基本になっていくそれをこう繰り返していくということですね。 ということで今日は「一、えー、人を味方につける」ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。